本物だぜ。どっから見てもバリバリの精鋭だぜ。悪いな悪いな、これみんな俺たちのもんだぜ。10億8000万円4人で割ると1人頭2億7000万円だ。2億7000万パリへ行ってるわ。じゃあこんなところじゃ仕事はできん。あまりお宅並べない方がいいんじゃねえのか。じいさん、こんな品のない男で一致はますますできん。髪をやったのはあんただい。見損なわないでほしいですね。私は週刊犯罪の編集長ですよ。つまり事件屋中の事件屋というわけなんだ。強奪だとか殺人だとか、そんな程度の低い仕事で手を汚すはずはないでしょう。なるほどなるほど。それも確率とかいうやつ。すると狙いはあなたと同じ。つまり透かし入りの髪を盗んだ連中に本物そっくりの原版を掘れる元兵の名人坂本賀翔先生を高く売りつける。つまりブローカー兼マネージャー、カウンセラーって言ってもらいたいね。結構まあそういうわけですね。仲良くしましょう。ノー、そうはいかない。こうなればおたくさんとは抜きつ抜かれつの敵同士だ。まあそうお堅いこと言わないで、二人で分けてもざっとね。待て、三人だぞ。晴天なり本日は晴天。なんだしめや。ワイヤレスマイクってやつ。あんたたちが喋ったことはさっきから全部このマイクを通じて俺の相棒に筒抜けなのさ。何？いざとなれ俺の相棒が恐れながらと警察へ駆け込むつもりなのさ。なあ相棒、そうだろう。ちょっと電話してくれないか。もしもし、今伊勢崎警察の前だけど。おじいさんが白状したんだけどもね、裸の女の足を見ながら仕事をするのは断るよ。それで、わかったわかった。今度は一切色気抜き。ご清潔そのものの環境を整えるよ。冗談じゃないよ。色気抜きのところなんかおじゃんは絶対に行かんから。あんた！2階行くか。いっぱい食った。誰だ、エレベーターなんてやつは。これで上から狙ったらどうしようもねえぞ。